吉田さん、モッピーっていうねポイントサイトを昨年2ヶ月だけ一生懸命やったんですけども、30万ぐらい稼ぎましたね。で、その時私がやってる案件をなぞるように同じようにやった人もやっぱりね20万前後みんな稼げてるんですよ。もちろん皆さんね、ネットで稼ぐのは初めてというふうに言われてましたね。だから初心者の方が稼ごうと思ったら、今自己アフィリエイトよりもモッピーじゃないかなと思うんですよ。でも月収100万のプロフェッショナルがモッピーをやって稼ぐっていうのはなかなかそれに当たらないのかなと、もっと別の世界に行ってると思いますんでね。まあ、吉田さんが言われた通り、まあ入社1年目とか見習いの期間っていうのは見習いの給料で見習いのもう時間を使ってやると思うんですよ。なんせ一番ノウハウがなくって、一番人脈なくって、一番ペーペーなわけですから、もう唯一残された時間を使って早くね親方に追いつくしかないですよね。でも親方っていうのは人に指導することを除けば自分の作業の段取りはすごく早いし、作業そのものも早いし、しかも作業を取り掛かるのも早いんで、どう考えても高い給料もらえますよね。だからネットビジネス入っても初心者なんですけど稼げますかとかね、1日15時間やったら稼げるようになりますかって言えば、まあ、確かに稼げるようになるでしょうね。1日15時間で2日目から稼げるとは言えませんけども、まあでも数ヶ月後には稼げてるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういうふうに短時間で短時間で長期間やるのか、長時間で短期間やるのか、短期集中するのかによってもまあなんか変わってくると思いますけども、まあけどね、少しずつを自分のペースで継続してやろうと思う方ってのはなんか途中で挫折するような気がしますね。だから初速が最大速っていう考え方があるんですけども、一番最初にものすごくやるみたいなね、一番モチベーションが高い時に、まあそうするとたくさんの気づきがあるんで、次の日もその気づきを元に新しいモチベーションが維持できるみたいな感じじゃないかなと思うんですよ。多分初日にちょびっとやったんじゃあんまり感じる感動ってないんで、モチベーションも上がらずに、2日目は初日よりも落ちたモチベーションでやってしまうんじゃないかなと思うんですけどもね。まあでも私のところにはね、1日15時間やったら稼げますかっていう質問はちょっと来ないですね。まあ以前は来たような気がしますけども、何時間やるんじゃなくて何をマスターしたらどの段階に行くかみたいな導き方をしてますんで、例えばね、メルカリで不要品を1週間で100品出せるようになるのがまあ一番最初にやることですよっていうところから、それができるようになったら300円とか500円のものでいいんで、とりあえず取引をしていきましょう、値引きにはいくらでも応じましょうっていうのでね、売上を作ってもらってますよね。で、利益は出なくても売上が作れるようになったら、そこから利益を考えていきましょうっていう話をしてます。要するに売って半人前、儲けて一人前っていう、まあ、商売の心ですね。まあ、それを伝えることにしてるかなと。で、何時間やろうが何時間やらまかろうが、商品が何品出せるかっていうところだけが問題なんですよ。だから100品出すのに5時間で出せる人と、100品出すのに15時間かかってもまだ出し切れない人と、やっぱり短時間でたくさんの作業ができる人の方がもう圧倒的に優れて市場では残る人ですよね。だから時間かけないとできない人っていうのは逆にちょっと危ないかしいなと思いますね。でも最初は時間をかけなければ何もできませんから、時間をかけれるか時間がかけれないのかっていうところだけで最初はふるいに落とされるんじゃないかなと思いますね。で、時間がかけれるようになってきたら、その時間を同じ成果を出すんだけども短い時間でできる、要するに効率化できるかっていうところが、まあ、次の段階に来るのかって感じかな。初心者がね、最短で稼ぐ方法っていうのは、その人が初心者をいつ脱出するかによるでしょうね、きっとね。ということでございます。じゃあ今日も始めましょうか。いってらっしゃい。